ノボソコリニキの紋章、ノボソコリニキは、ロシアのプスコフ州南部にある町。州都プスコフからの距離は南東へ287キロメートルで、ロバチカ支流のマールイウドライ川沿いにある。人口は2002年全ロシア国勢調査で9757人。モスクワベリーキエルーキプスとしか西ベジレゼクネ、リガベンツピルスを結ぶ鉄道、及び、 サンクトペテルブルクドノーネベリを結ぶ鉄道が交わっている。モスクワリガを結ぶロシア連邦道路 M9 も通る。10キロメートル離れた場所には、かつてビテプスク県に属したソコリニキという村があった。ソコリニキとは、ハヤブサの町という意味で、ベリーキエ流キからの街道が通っていた。モスクワリガ鉄道建設に伴い1901年に、駅周辺に集落ができ、 新しいそこりにきという意味ののぼそこりにきという名になった。1925年に死の地位が与えられた。第二次世界大戦では1941年7月25日から1944年1月29日までドイツ国防軍の占領下にあり、赤軍の第二バルト戦線により脱回された。近隣ののぼえの村には19世紀総建のキエフ。 ペチェール区の生新助性堂が立つ。オストリには12世紀から13世紀の城跡もある。近くには1995年に高さ360メートルの電波塔が建てられ、FM ラジオやテレビの電波を送信している。産業は鉄道関係が中心だが、繊維、食品などの産業もある。ありがとうございます。